飛ばしてきたな。面白いじゃねえか。ドラゴン！ブレスター！なんだ！キーパーエンドボードを飛び出した！バカな！なんだと！クリア渾身のシュートはゴールへ。遠藤はなんで守らない。なんとゴールの前にディフェンス陣が集結。一緒対戦ゴールディフェンスジャブル止めた。こっからだぜ。イエホースラックルウィングゴールキーパーの遠藤守が敵陣ゴール前まで上がっている。まさか仲間、ボールが自分のところまで届くことを信じて。シュートティー必殺を。こんな大胆な策。はい、やられたな。さすが遠藤さんだ。すごい、すごすぎる。遠藤さんは戦いの始まりに戦うための指針を示してくれた。チームが一つになって全てを出し切って戦う、それがサッカーなんだと。進藤先輩、サッカーって楽しいですね。俺たちだって負けられない。みんなジャパン、反撃なるか。戦いはいけないよね。さあ始めるか。さすがだ、遠藤さんたちのプレーには無駄がない。試合中だぞ。これって、みんな、どうしたことだ。突然の乱入により試合が中断してしまった。俺も入れてくれないかな、サッカー。答える必要はない。まずい。進学武神メンタル。止める。遅い。みんな、なんてことしやがる。ひどいっす。サッカーなんかもうやめないか。なんだと。ボール遊びで勝敗を争うなんてくだらないだろ。貴様、サッカーを侮辱するな。何が起こったんだよ。
ういうことだ。